ダビデ、ダビデ、ダビド、ダーユーには、古代イスラエルの王、在位、前千年前961年頃、ダビデ、ダビドとも、羊飼いから身を起こして、初代イスラエル王サウルに仕え、サウルがペリシテ人と戦って戦死した後に、ユダで大いにつくと、ペリシテ人を撃破し、要害の地エルサレムに戸を置いて、全イスラエルの王なり、40年間、王として君臨した。 旧約聖書のサムエル期及び列王期に登場し、伝統的に紙幣の作者の一人とされている。イスラム教においても預言者の一人に位置づけられている。英語の男性名、デイビット、デビットなどは彼の名に由来する。ダビデ王は自ら犯した寛因の罪を生涯改めず、いずれの教派においても聖人とされることはありえない。カトリック教会、聖公会、 聖教会の聖人である聖デイビッドは六世紀、ウェールズの守護聖人であり別人。イスラエルの最初の王であったサウルは、アマレク人との戦いで主なる神の命令に背き、その長を失った。神の命を受けたサムエルは、新たな王を見出して、油を注ぐべく、ベツレヘムのエッサイがある人物のもとに向かった。そこでサムエルは、エッサイの第八子で、 羊飼いの美しい少年ダビデに目を留めて、これにを注いだ。その日、以降、主の霊はサウルを離れて、ダビデに激しく望むようになり、サウルは、ある字から来る悪霊に苛なまれるようになった。そこで、家臣たちが、盾ごとの巧みなものを側に置くように進言し、戦士であり、盾ごとも巧みなダビデが、王のもとに召し出された。ダビデが、王のそばで、盾ごと、お引くと、 サウルの心は休まり気分が良くなった。その頃、サウルとイスラエル人たちは、ペリシテ人との戦いを繰り返していた。ペリシテ最強の戦士で、ガト出身のゴリアとゴリアテは、しばしば単身イスラエル軍の前に現れて、挑発を繰り返し、イスラエル兵はこれを恐れた。従軍していた兄たちに食料を届けるために先人を訪れたダビデは、ゴリアとの挑発を聞いて奮起し、 その挑戦を受けることを決意した。サウルの前に出たダビデは、サウルの鎧と武器を与えられて、身にまとったが、すぐに、これを脱ぎ、羊飼いの杖と、石投げだけを持って出て行った。ゴリアトはダビデを見ると、さあ来い。お前の肉を空の鳥やのの獣にくれてやろうと、侮ったが、ダビデは、と答えた。ダビデが石を投じると、ゴリアトの額にめり込み、 ゴリアトはうつ伏せに倒れた。ダビデは剣を持っていなかったので、ゴリアトの剣を引き抜いてその首を落とした。ペリシテ軍はこれを見て総崩れになり、追撃したイスラエル軍は大いに勝利した。その後、ダビデは出陣の度に勝利を収め、人々の人気を博した。サウルはこれを妬み、ダビデを憎むようになった。サウルはペリシテ軍の手によって、ダビデを亡き者にしようと、 たびたび戦場に離婚だが、ダビデはことごとく勝利を収め、サウルの娘、ミカルをめとった。ここに至ってサウルは家臣たちに、ダビデ殺害の命令を下したが、サウルの息子ヨナタンはダビデを愛していたので、ダビデに、これを告げ、ダビデは死地を逃れた。その後もサウルは、幾度も、ダビデの命を狙ったが、すべて失敗した。サウルの手を逃れて、 各地を点々としたダビデであったが、ある時、エンゲティの洞窟に隠れている時に、サウルがそこに入ってきた。ダビデの周囲の者たちはサウルを仕留めるように進めたが、ダビデはこれをせず、密かにサウルの上着の裾を切り取った。ダビデは何も気づかずに洞窟を出たサウルに裾を示し、外意のないことを告げた。また、別の機会に、サウルがダビデを撃つべく出陣した時に、ダビデが、 サウルの陣内に侵入するとサウルと従者が眠りこけていた。ダビデの従者は再びサウルを撃つことを勧めたが、ダビデはこれを拒み、王の槍と水差しを持って陣営を出た。ダビデは再びサウルに外意のないことを告げた。その後、神の長愛を失っていたサウルは、ペリシテの軍勢の前に敗れ、息子たちと共にギルボア山に追い詰められた。ヨナタンを含む、 息子たちは戦死し、サウルは自ら剣の上に身を投じて死んだ。サウルとヨナタンの死を聞いたダビデは衣を引き裂いて、これを嘆いた。ダビデは、神の託戦を受けて、ユダのヘブロンへおむきそこで油を注がれて、ユダの王となった。ユダの一族を率いたダビデは、サウルの後を継いだ。サウルの息子イシュボシェと率いるイスラエルの軍勢と、戦いを繰り返した。イシュ。 ボシェトは昼寝中にカシンに殺害され、その首がダビデの元にもたらされた。ダビデはイシュ、ボシェトを殺害した二人を殺して、木に吊るした。ここに至ってダビデは全員イスラエルの王、指導者になり、エルサレムに進撃して、そこをととした。エルサレムをととしたダビデは、ペリシテ軍を打ち破り、バーレ、ユダにあった神の箱をエルサレムに運び上げた。ダビデが、 ヘブロンで即位したのは三十歳の時であり、七年六ヶ月の間ヘブロンでユダを治め、三十三年の間エルサレムでイスラエル全土を統治した。ダビデはペリシテ人だけでなく、モアブ人、アラム人、エドム人、アンモン人を打ち破り、これを配下に治めた。ダビデは晩年、家臣の妻であるバトシェバが水浴びしているのを見染め、彼女を呼び出し関係を結ぶ。 妊娠がバレると、まずいのでウリアを、戦場から連れ戻し、バトシェバと床に入るように格索する。しかし、これがうまくいかないことを知ると、ウリアを最前線に追いやり、戦死させた。預言者ナタンはこれを知って、ダビデを責めた。ナタンが、ダビデのおした罪を例え話で語るとダビデは、自分のことと思わず逃げ怒し、そんなことをした男は死罪だと言った。ナタンがそれが、 ダビデのことであると明かすと、ダビデは自らの罪を悔いた。神は罰として、バットシバから生まれた子供の命を奪った。次に、バットシバから生まれた子供が次の王になるソロモンである。また、ダビデの長男でアヒノアムから生まれたアムノンがイボイモウとタマルを犯し、それに怒ったタマルの同母兄で三男のアブサム、アムノンのイボテイがアムノンを殺し、 やがて父ダビデに大使謀反を起こした。ダビデは一時とエルサレムを追われた。ダビデはなんとかアブサロムの反乱を収めたが、アブサロムはダビデの意に反して家臣によって殺害され、ダビデはアブサロムの死を嘆き悲しんだ。ダビデは中央集権的君主制を樹立し、傭兵の軍隊を組織した。そして税を徴収するために、 人口調査のような改革策をいくつか実施した。これらの改革案が人々に衝撃を与えた。ダビデは、いつの間にか王国を主なる神のものではなく、自分のものとしていた。ユダヤ教の原本成立も、この頃である。年老いた、ダビデオは、体が温まらなかったのでシュネムのアビシャグという、美しい娘を傍らに置いて、自らの世話をさせた。そんな折、 ハギトの子アドニアがダビデを差し置いて自ら王を名乗るという事件が起こった。ナタンとバットシバはこれを聞いてダビデの元に赴き、息子ソロモンを次の王にするという誓いを立てさせた。祭司ザドクはソロモンに油を注ぎ、ここにソロモンがイスラエルの三代目の王となった。ダビデはソロモンに戒めを残して世を去り、ダビデの町に葬られた。 古代からの伝承では、150篇ある詩篇の内くがダビデの作であるとされ、73の詩篇の表題にダビデの名が現れる。ただし、近代聖書学の高等批評的には否定されている。ユダヤ教原理主義者には無視されがちであるが、彼はモアブ人の血を引いている。彼のヒーババであるルツは、ルツキの記述に従えば、モアブ人である。当時のイスラエル人と、 周辺諸民族は共存、通婚していたことを示している。加えて、彼女がモアブ人としてのアイデンティティと宗教的慣習を放棄し、イスラエル人のナオミが信じていた、主なる神を受け入れて改心したことが、イスラエルに受容されたことの大きな理由となっていると考えられる、を参照。バビロン補修以後、救世主、メシア待望が強まると、イスラエルを救うメシアは、 ダビデの子孫から出ると信じられるようになった。新約聖書では、イエス・キリストはしばしば、ダビデのこと言及される。ダビデは、トランプのスペードのキングのモデルとされ、フランスのカードでは縦ごとを持つダビデの姿が描かれている。ルネサンス初期の芸術家に数えられる、フィリッポ・ブルネレスキをはじめ、ドナート・ディ・ニコロ・ディ・ベット・バルディ、ドナテロやバルトロメオ・ベッラーの、アンドレ・アデル・ベロッキを、 ミケランジェロ・ブオナローティなど数多くの彫刻家が、ダビデとゴリアテ、サムエルキ、上17章の伝説を題材にとった彫像、ダビデ像を建造していい。このうち、ドナテロやベロッキオなど大多数は、右手に剣を携え、跳ね飛ばしたゴリアテの首を足元に転がす、威風堂々たる少年の姿を表した一方、ミケランジェロはそれら従来の情景とは全く異なる。 左手に投石器を構えて、右手に小石を握りしめ、皮を挟んで退治したゴリアテを見据える緊迫した青年の姿を表した。現在では、ミケランジェロのものが、ダビデ像の代名詞的存在として広く認知されており、ルネサンス以降のバロック期に名を馳せたジャンロレンゾ、ベルニーにもミケランジェロに習って、嘆きを構えた青年のダビデ像を残している。また、裸体で、 ダビデの姿を表したドナテロのダビデ像、ブロンズ像が活例された男性器を持つのに対し、同じ倉体でダビデの姿を表したミケランジェロのダビデ像は活例されていない男性器持つ決定的相違があり、これがイスラエル人否定説。当時のイスラエル文化では男子の活例は必然儀礼であり、イスラエル人のダビデが法形であること自体が、 矛盾しているローマ美術尊重説ミケランジェロが古代ローマの彫刻技術を研究する中で成人男子の方形が美徳とされていたイコール神から授かった無垢の体を守り続けるとする当時の風習を知りそれに最大限の敬意を払って自身の作風としていたなど様々な論争の種となっている現在のイスラエルの国旗にも取り入れられている六のマークは ダビデの星とも呼ばれているが、実際には歴史上実在したダビデ王とは関係がなく後世に考案されたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。